皆さんこんにちは、ゆかさるチャンネルへようこそ。久しぶりのね、また更新となってしまいましたが、3週間、4週間ぶりかな。はい、なでしこリーグもね、始まって試合に入れるようになって、まあ、YouTube に上げた1試合しか行けてないんですけども、まあ、2部の方もね、行きたいなと思いながら、まあ、いろんな試合見たいなと思いながら、仕事が重なったり、まあ、一応主婦なのでね旦那との予定がいろいろ重なってしまったりってなかなか行けてないんですけど、また行ったら、YouTube もね、そちらの方、なでしこリーグのことも更新していきたいと思います。そして私、実はオンラインサロンを最近始めました。イエイ、ありがとうございます、ありがとうございます。そうなんですよ、オンラインサロンというものをちょっと始めてみたんですよ。まあ、あんまりめちゃくちゃこうしたいこうしたいっていうのはそんなにめちゃくちゃないんですけども、手探りの状態でとりあえずちょっとオープンさせていただいて、そこからじゃあどんなコンテンツをね、流していくのかなっていうのは、こうやって YouTube でお話ししながら、やっていこうかなって思ってる感じでございます。どちらかというと、なんか選手がオンラインサロン作ると結構なんかちょっとファンクラブみたいな、試合の後のなんか反省とかをそのオンラインサロン内でお話ししたりしてるみたいなんですけども、私はもう選手ではないので、私が発信できることといえば、まあ、あの無名選手がどうやって自分の、なんて言うんだろうな、元なでしこリーガーっていう名前をね上手に使って仕事を生んでいるかとか、まあ、そういう自己ブランディング的な話を、オンラインサロンの方ではしていこうかなって今考え中です。なので、ぜひなんかそういうちょっとね、自分の、まあ、スポーツ系の方、自分の名前でちょっとなんかイベント開いてみたいなとか、そういうグッズとかをプロデュースしてみたいなとか、まあ、実際にこうやって YouTube の、チャンネルとかを作ってみたいなっていう方は、ぜひ見ていただくと少しは何かしら学べるんじゃないかなと思ってます。私もね、 YouTube はぶっちゃけ本当に最近ゆるゆるとしかやってないんですけども、ちょっとちゃんとオンラインサロンも始めたので、同時にちゃんと始めていけたらなと、うん、思ってます。思ってる、一旦思ってる。はい、なのでちょっと行動に移していこうかなと思います。はい、そんな中でですね、今日はまあオンラインサロンでそういうちょっと、まあ、ビジネス的なお話をするにあたって、まあ皆さん多分、なぜ私がこういう今ね、吉野ゆか、元なでしこリーガー吉野ゆかということで、まあ、メンタルコーチだったり、ゆかさる、フットサル教室、サッカー教室のゆかさるだったりを全国でやっているのかっていう、なんか入り口ってあんまり私はもう聞かれてしかあんまり直接話さないので、そんなに皆さん知らないと思うので、そういう話を今日はしていこうかなと思います。なんかやっぱ黒いですね。ちょっと今自分で画面見ながらちょっとなんか引いてる。はい、それでは今日は、まあ、まずサッカーをやめた理由の方をまず話そうかなと思います。24で私は引退してるんですけども、24歳の時ですね、まず前十字を切ったのが一番大きかったかなと思います。最後に前十字切ったのが多分22歳の時かな。22歳の冬、確か2月とか3月のシーズンオフの時だったんですけども、その時に最後の前十字を切りました。その前にもう左足2回やってるので、あと半月板ももう取り除いてしまってるので、うん、まあ膝は良くないなっていう感じだったんですけど、で最後にもそれをやってしまった時に、まあ結構気持ちがもうプツンとなってしまったのは一つあって、まあ、だけどその時の仲間に恵まれていたので、なんかみんなまだ吉野と蹴りたいって言ってくれたりして、ああじゃあちょっと頑張って復帰までまずは目指してみようかなっていうことで、まず復帰までまたそっから8ヶ月かなかけて頑張りました。そうだけどアスリートは、復帰がゴールではなくって、本当に復帰が本当スタート地点に立つ、むしろまあマイナス地点なので、ここからが本当に辛くて、もうなんか全然サッカーが楽しくないなっていう気持ちと、どうすれば
なんかこのくるなんで苦しいんだろうみたいな、なんで好きなことやってんのに苦しいのかな、どうしたら私ってもっと輝けるのかなって言ったらすごい簡単な言葉になってしまうんだけど、なんて言うんだろう、とにかく苦しくて毎日練習に行くのが、そうだから、もう今年で辞めるしかないなっていうのが、まあ、だいたいシーズン始まって半分ぐらい経ってからかなっていうのを思っていました。でもチームメイトのことはすごく好きだったので、まあ、この人たちと一緒にサッカーやるっていうのはすごい思い出に残ることだし、最後までやりきろうっていうのは考えていました。その時に本当にお世話になったのがもう年上の先輩たちで、あの山本由美ちゃんだったり、今ちょっと、大阪の県リーグ地域リーグかなの方に行ってるんですけども、山本由美キャプテンとかには本当にすごいお世話になりました。もう精神安定剤みたいな感じでゆみちゃんにいろいろね、ゆみちゃんとか渋谷のゆみこちゃんとかれなとか、まあ本当にみんなにお世話になったな、のんちゃん、あすとか思います。あの時のメンバーには本当に感謝して、それでもう本当に気持ちがどん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 しんどくなってきて切れてしまって、あもうやめようと思って、やめるって思ってたら、やっぱりまあチームも吉野は怪我も多いし、まあ、そんなに実力もないって私自分で分かってたので、まあ、置いておけないってなって、まあ、一応戦力外通告というものを受けまして、マジで本当に貴重な経験だったと思って受けて、他に行きたいところあるって言われたけど、言われたし、なんか名古屋 FC、ラブリッジか、ラブリッジ名古屋とかにもいろいろ考えては見たけど、全然やりたくないって心が言ってるので、もうそこでやめるって言って決めてやめました。その時はね本当にね心が苦しかったですね。これよく話してると思うんだけど、これ YouTube で話してるかな、 YouTube では初めてかもしれないんですけども、やめるって決めてはいたんですよ、心の中で。だけどやっぱりやめますって、もう引退しますって言った時に、そのバニーズの当時の GM に、まあ、そういうお話をする時があって、でそれで言って、もう帰り道、バニーズの事務所って市場のめちゃめちゃ都会にあるんですよね、京都の市場通りという、市場通りだったっけな、なんかとりあえずすげえ都会にあって、でそこのなんかもう事務所を出た後に、もう京都のそのめちゃめちゃ人がいる中、一人でもうずっと泣きながらもう今考えるとすごい恥ずかしいんですけど、もう本当に周りのこととか見えてなくて、なんか18年間こう続けてきたものがパッてなくなるっていう感覚がよくわからなくて、やめるっていうのがあんまりピンときてなかったんですけど、すごくそれやめますって GM に言った後に悲しくなってきて、何が悲しいのかまんま分かんないんですけど、悲しくなってきて、まあ親に電話をかけながら、なんかもうやめていいかなみたいな、もうやめるって決めてるんですけどね、自分の中では、だけど一応確認みたいな感じで、親にもうやめることにしたから、もうやめていいかなっていう話をしたら、母も